科学者に昼夜の区別はないものですけど、そろそろお休みになった方がいいですよ。え？もう夜中だけど、まだ仕事するの？人々が夢を結ぶとき、幾千もの星々が地平線より昇然と差し上る。徹夜は美容の大敵よ。仕事が終わらないのなら仕方がないけど。教授？よく寝てらっしゃいますね。目の下のクマが少々目立ちますけど。探検ってのは危険と挑戦でいっぱいなんだ。もちろん私がいれば何の心配もいれないけどね。午後の日差しが焼けつくようだわ。教授、レモンとミントを添えたジンジャーエールはいかが？天を仰げよ。遥か遠くに今宵星たちは還元せり。